なあ。いやいや、おっと、くそ、おいおい、城の兵士じゃねえな。ほら、そこに外出てえの。てかお前どう見たってて捕まってんのに敵なわけないだ。頼む、助けてく。もう気や、くそ、圏外だ。外と一体どっから出れんだよ。おい、お前ら出口が知りたいのか。出してくれれば案内するぞ。捕まって処刑は嫌だろう。嘘じゃない。どうも調子。二人だけで出られるってんなら好きにしろよ。どうするよ。マジなんだろうな。早くしないと捕まるぞ。出口はどこなんだ。猫って言うな。我が輩はもうっせ。早くしろ。また閉じ。分かっ、ついてこい。さくらさんは家出たって言ってるし、警察の、いや、そ、ほんと。じゃあね、つ、何やって決まってるだろ、橋を。くせっけのお前、金髪より飲み込みが。ちょっとこの像を調べてみろ、口のとこ。こんなわ素人。うわあ、うわあ、やべ、来た。飛んだ素人め、じっとしてろ。おいお前、戦えるんだろう。やるぞ、来い。うわあ、うわあ、うわ。お前もそれ出んのかよ。速やかに黙らせてやる。シャドウめ、迎撃態勢に入りやがったな。我が輩たちを殺すために本気を出し、支援してやるから死ぬ気で戦え。行くぞ。
やっぱり戦いってのは。ドロー、痛いよ。弱点に攻撃して敵をこかす、基本中の基本だ。ほら、さっ、意を示せ、ドロその力で目的達成だ。よし、いいか、違うっつーの。あその格好、あ、くそ、頭がパニックって。行くぞ。待て、何なんだ、早くしろ。こいつら、他人の心配してる状況かよ。それにそいつら見つけたぞ。言わんこっち。お前がブレないやつ。あっちもやる気見て。お前、本当に何も。おい、我が輩は行くぞ。つい。こっちだ。着いたぞ。やっとか。あかね。てめえ、黙。慌てんな、こっちだ。ま、どっから出んだ。窓もねえぞ。これだか、こんなの基本。その通り、外までちゃんと。なるほど、ってことはあのハマってる網を。せー、あっ、やっとだぜ、マジ。喜ぶのは出てからにしておけ。さあ行けよ。行けよ。
我が輩はまだやることがある。ここでお別れだ。じゃあな。あいつら、我が輩の見立てが確かなら。俺ら。ホームに帰還しました。お疲れ様でした。は？逃げ切れたってことか。もう何だったんだよあれ。どうなってん。でかい声だな。サボりか。あ？学校行こうとしたら変な城で。なんだ。おい、カバン出せ。おかしなも。なんでそうなん。君は友達か。だったら学校に。だから俺だってわけわか。囚人の前なら通ってきたよ。おか、それ以上デタラメを言う気なら学校に連絡。お前からもな。いや、そうじゃねえだろ。ま、待てよ。行け。国交省いじます。今は同じ道来たはずだろう。どうなってんだわ。歩道の連絡。あの警官、結局お前が一人。こんな時間までどこほっつ。まともに答える気ないわけか。城がどうしたって。鴨志田。のんきだな坂本。陸上の朝練やってたこととは大違いだ。鴨志田先生になんて口聞いてんだ。お前な、もうあと。向こうが煽ってきた。本当に退学になりたいのか。とにかく事情聞く。はぁ、私も配慮が足りませんでしたし。え、いや、とにかく来なさい第一。ところで例の転校す。どこかで会ったか。そうか。まあ今日だけは多めに見。校長から聞いていると思うが。まあいい、早く職員室。新しい学校生活。子が古城に喋る猫。まさか過剰投与で幻覚が見えてるの。ふざけてる。話を進めさせてもらうわ。怪盗からの予告状が届いた相手は学校 OB の五輪メダリスト、体育顧問の鴨志田卓。確かに鴨志田のしたことは欲に溺れた。許されても、転入したての君には因縁なんてなかったはず。なぜ狙ったの。それは通らないわね。もう一度よく思い出。
はあ、初日から半日遅刻。説明してくれる？道に迷ったなんて時間？もまあ慣れてないのは本当でしょうけど、おちゃんとしてよ。昨日念をというかさ、あの坂本くんと一緒にいて歩道関わらないでよ。問題、彼も部活で陸上に打ち込んでた。まあいいわ。地下鉄事故の影響で今日は5時間目までだから、授業の前に自己紹介。ついてきなさい。ところで自己紹介のことだけど、嘘でもいいから真面目にね。余計なことは絶対言わないで。もしかしてあの、え、噂の？いきなり大遅刻とか。普通に見えるけど。目合わすと殴られるかもよ。静かに。今日はその体調。じゃあみんなに一つ。おとなしそうだけど切れたら。だって障害でしょ。席はね、あそこね。はい、悪いんだけど近くの人、今日は教科書見せてあげて。最悪。嘘。見た？知り合いなの？転校前から手出してたってこと？それ鴨志田先生と。もうさ、さすつーかあの空間やっ。あ、そうだ、あさって9クラス変わったばかりだから進行を深めてね。さあ日直起立。はあ、あともう噂になってるみたいだ。ほんと勘弁してほしいわ。なん？寄り道しないでまっすぐ帰りなさい。ああ、あと坂本くん、あのことはかか噂をす。何の用？今日補導されたんですって？うるせえな。頭も黒くしてこないし。すんません。屋上で待ってる。ああ、見たでしょ。か。なんであんな生徒を編入させたんです？前歴のある生徒と暴力事件。これじゃいくら私が学園に貢献しても意味。そう、この学園は鴨志田君頼み。あなたは。ただ花の裏で地道な。校長も振動が絶えませんな。そういうことでしたら結構。これからもご期待には。来たな。
悪かったな、呼び出して。どうせ川上に言われてんだろう。俺に関わっ、やっぱりな。けどお互い様だな。聞いたぜ、前歴あんだって噂になってるよ。道理で肝が太えわけだぜ。あれ、何だったんだ。夢じゃねえよな。お前もだよな。まあ一緒だからってなんだって話だけどよ。つか夢とはいえ、かもし、とりあえず礼言っとくけど、あそこでお前は知らないだろうが、野郎には噂があるんだよ。ほら、校門で会っただろ、がたいいいやつ。城でえばってやがったやつだよ。バレー部の顧問だが、元メダリストで、部も全国行ってっから。あの城の鴨志田が王様とか。そこ、あの城また行けんのかな。ああ夢だ夢。付き合わせて悪かったけど、俺ら似たもん同士かもな。問題児同士気合いそうだぜ。俺さ、見かけたら声かけっから、仕方すんなよ。じゃあな。おい、初日から半日。ちゃんと起きたと思ったらこれだ。とにかくおとなしくしてろ。何かあったら人生終わっちまうんだ。保護観察って意味あがっならい。おう、どうしたな。店閉めたとこだ。何ぼーっとしてんだ。違うって。鍵かけて、それと電気消しと。ああだから、やっと気づく。立て主人。主よりお話を賜ります。まずは再会を喜ぶ。おお、覚醒を果たしたな。これでようやく構成を。今はまだ多くを目覚めたペルソナの力、お前にはそれを鍛え。ペルソナとは外の事物と向き合う時に現れ入れて、お前には期待。何、心配しなくていい。ところで異世界ナビは気に入ってもらえ。あれを使えば現実とパレスと多い。
お前を俗に仕立てるため私がさ、主からの異世界ナビだ。こ立派な族になれるよう。異世界ナビを活用するのに一人では心細かろう。お前にとって有益なものにならば、全てはお前がより優れた族に。そ時間だ。マジかよ。ああ、どうなの？見て、あの子じゃない？赤いリボンの子だろ。多分そうじゃ。遅っ。私だって髪結ん。関係なくね。どうぞ。すぐ降りますから。そう？なんという身のこ。じゃなくてすみません。そのせ。大丈夫です。気持ち。すみません。うまいいのよ、気にしない。せめて荷物をお持ちします。ありがとう。重くない。大丈夫です。いつも期待。あの、さっきはありがとう。自分が席を譲った時、声をかけていただいたので。囚人学園の2年生ですよね。私、先ほどお礼を言わなかったので、先輩に失礼は。失礼します。授業を始める。答えろ。その程度か。よう、高め。帰り乗っていくか。いえ、今日はバイトで撮影が。夏の特集号で外せなく。
おいおい、モデル業もいいがほどほどにな。体調が悪いと言ってたじゃないか。盲腸の疑いだったかな。忙しくてちゃんと病院に行けてなくて、ご心配かけてすみません。親友は練習ばかりで寂しいだろう。悪いと、ああ、前歴のあるやつなんだからな。お前、ありがとう、失礼します。よう。昨日の城のことだ。夢だって言い聞かそう。なかったことにできねえ。あそこが一体何なのか。こんな話お前にしか相談。話、まあ確認。どの道お前が、とりあえずもし道でそれ。あんなでかい城、本当にあんならすぐ見つかんだろ。てかいつあんなの建ったんだ。こっからお前とあっちの道。そう言われる。よし、こっちだ。なんか気づいた。あれ、やっぱか。別に変わった。もう一回やんぞ。大丈夫、次は待ち。行くぞ。マジ、俺らが思ってるより小さなあ。それもやけど、それっぽいの。ん？なあ、そういえばお前、あん時ナビかどうか知らねえけど、ほら、ホームに帰還とか。ちょっと携帯貸せ。なんだ？は？変なアプリ。あった！これ、やっぱこれナビだよ。お前の操作履歴ってのも、やべえ、これじゃあ俺やって。カモシラ、ナビを開始。来た。そしたらどっちからい。おい、え、なんだ。城だ。また来れちまったな。で、前もなってたよな。何なんだよ。いや、俺だってどうなってやがんだ。おい、騒いでんじゃね。お前、シャドウが急にざわつき出して、もうせっかく逃げ延びたのにまた正面から。そうだよ、城。この城は、ただしこの城、
鴨志田だった。あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪ん…わかる。バカにはわからんか。ああ、今のは捕まってる奴隷だろ。マジ、マジだ。昨日俺たち以外にも捕まってるやつを見た。多分うちの大方上司の鴨志田の命令だろ。珍しいことじゃない。ここじゃ毎日、まして昨日お前らに逃げられたからな。さ、龍二、ざけん、鴨志田、そんなんで開くかよ。だが何やら訳ありみたいだな。おい、モルガナだ。この声の連中の男連れて行けってか。ま、案内してやらんでもない。決まりだな。マジか。悪い。よし、ここが潜入。ここって確か、あ、通気口だ。正面怪盗。ま、我が輩がし、そのけどかも。ありがとな、付き合っ。はい、変わらいいか、ちゃんと我がついてこい。ああ、行くぞ。こっから先は戦う、ま、仕方ない。戦闘の基礎の基礎だけ。ここ原則いつでも不意打ちを狙って。パレスの敵は主の歪みに支配されてる。成功すればどんな敵でも一瞬。後ろから不意打ちかまして先制攻撃か。よし、分かった。お前は外で見学だぞ。ペルソナが使えないんだからな。さ、行くぞ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。うん、ご苦労様。よし、レベルアップ。さて、なんで前はいただろ。声、そうだ、こりゃいそ、やべえぞ。足音、今見つか。おい、ひとまずその部屋に入れ。ここならシャドウも来ないだろう。で、ここだけ歪みが少ない。これで分かったろ。ここは主の心が映し出した鴨志田の現実？歪んだ欲望が具現化した世界。我が輩はパレス。パレス？学校を自分の城と思ってるからこう思っただけで。ざ
け。よっぽど鴨志田って嫌いどこ全部何があったか知らないが、上地そこら中手下だらけだ。その格好気になってんだろ。ああ、そいつもこのまたわパレスでは何でも主の重い学校がこんな城になって、防ぐには強い反逆の意志を持つしかない。今の姿はその現れ。お前なあ、つうか服の前にお前の方が気になるわ。人間だ。いや猫だろ、どっちかっつうと。これはその多分な。多分か。だが元にここへ忍び込んだのも下調べの、まあ捕まっちまったか。それに絶対お礼してやる。漫画かよ、マジ。行くなら急ぐぜ新人。お前の力今回何、お前ばっかに苦労。一応持ってきたんだよ、モデルガン。落としかおもちゃじゃ。でも見た目超リアルだし。あと一応傷薬も持ってきた。やっぱり花からこのつもりだったのか。まあいい、なら準備が整う。とはいえまだ外は万平をやり過ごす。くそ。そうだな。くそ。いいか。よし、行こうぜ。あいつの傍らにある柵が。じゃあどうすんだ。うまく見つからずに倒せればいいかな。じゃあ見つからずに敵を倒せれば警戒度は下がる。な、仕方ないな。警戒度はパレス探索の肝だ。何その仮面。敵は2体、どうし向きだ。ピルソナー移動せなかったか。よっと甘い甘い。ピルソナー頂いている。どこ見てる。何やってるんだ。しっかりしろ。残り一匹。とどめだ。やってやる。そこか。ここでペルソナだ。いた。ペルソナ。くらえ。よし、敵は一掃したぞ。よし、
やっぱり敵が多い。じゃあどうする？また倒…おい、簡単に言うな。まだ先はあるんだぞ。こんな時俺も戦う力が持ってんのはおもちゃだけだもんな。おもちゃ？さっきの銃か？のおもちゃな。なるほど。よし、そいつで奴らを…は？大丈夫だ、きっとうまくいく。くせっけ。いや、おい。銃ちゃんと持ってるな。しゃ。どうだ、ナイフを使うより銃を連射した方、もちろん弾切れはあるが温存して余らせるよりはいいから。よし、我が輩の。マジか。我が輩の話を聞け。やっつけてくれ。弾数は元に戻って。そうするしかないか。いや、よし、これからお前らに。ああ。いいか、戦いには流れってもんがある。まずは敵をダウンさせろ。すべてはそこから。よし、一気に。うまくいった。やっぱお前筋がいいぜ。なんだよ今の。総攻撃って敵を全員ダウンさせれば、こうや。確かに。何しろ無防備な敵への一斉。さっきも話したが、指揮系統は統一し。敵。よし。おお。
お、大声出すなっつってんだろ。クソすぎ。どっから。ほっといてくれよ。はあ、おとなしくさえしてれば。好きでそんなとこいるってのかよ。てかお前、まさかとは思うが、このままにしてられっか。バカすぎる。あ、こいつらはな、鴨志田が現実から入り込んだ本物の人間。認知。そいつら助けても意味ねえってことだよ。よく似た人形みてえなもんさ。なんだそれ。学校が城で生徒は奴隷か。確かにあのクソ野郎の頭。しかしひでえな。現実でもこいつら全員バレー部だ。鴨志田が顧問。日頃から殴られてんだろうな。現実でも似たような目に遭ってんのか。そうなんじゃね。だってこれ鴨志マジかもしれねえわけ。鴨志田には体罰の噂があるんだよ。あくまでマジだったらこれ、こいつら証拠にしてやる。うまくいけば鴨志田。俺ナビ使えんのにカメラはダメなのかよ。ナビ。俺らナビでこっち来たんだ。お前のは。何でもいいがそろそろ見つかるぜ。戻った方がいい。しゃあねえ、こうなったら全員行こうぜ。おいおい、行こうぜ。あっちゃー、こっちだ。また来た。過ちを二度繰り返。学校はて、あいつらの顔はしっかり。負け犬ほどよく吠える。陸上部のエースも落ちたも。ああ、暴力騒ぎを起こして仲間の夢を潰した。貴様の自分勝手の巻き添えになった連中が、いやはやかわいい。知らない仲間を裏に夢を潰したというのに、こんな愚物に付き合って死ぬ羽目。構わん、まとめて殺せ。リュウジ、
込まれたぞ。殺す鴨志田様の命令で聞くだろ。どれや、お若いのに残念だったな。やってやる。そこか。明日は我が身だな。しとれ我が半身くらえ。こいつはヤバ。来て。やめ。すぐ感情的になるクズ。この俺臨時とはいえ少しの間。あんなもん練習じゃねえ。目障りなんだよ。クビになったあの監督も正論言って立てつかなければ。え、なん。もう一本の足もやってやるか。どう。クソ、こんなクソのせいで走れなくなって。そうだった。こいつらを始末したら次は貴様だぞ。おい、あいつに奪われたもん。そこでおとなしく見てるがいい。クズをかばって犬死にする。救えないクズどもをな。お前の方人を利用することしか考えてねえ。お前の方こそクズだ、カモシだ。何してる。黙らせろ。にやけた面で。ずいぶんと待たせたものよ。力がいるんだろう。ならば契約だ。どうせ消し得ぬおめえなら旗に掲げて人を暴れ。お前の中のもう一人のお前がそう望んでいる。我は何時、何時と言われ。覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の旗だ。貴様に何ができる。黙って眺めているがいい。こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしちまったな。行くぜ。なめるな、ガキら。ぶっ放せよ、キャプテンキッド。様の手をは。どうせ鴨志田の認知ってのは変わんねえ。行くぜ。ペルソナキャプテンキッド。やってやる。
どうだ、こいつは驚いた。今さら謝っても許さねえからな。ここは俺様の城だと言ったのにまだわからん。どうなってやがる。なこと言ってる場合かよ。てめえ、何遍教えれば理解。ここは俺様の城、貴様らみたいな。高巻龍二、冷静になれ。奴隷たちと同じで認知上の存在。羨ましい。まあ貴様らのような問題だらけの不良には女は寄ってこないだろうな。くそ、早く掃除しろ。くそ、この数じゃ囲まれる前にずらかるぞ。何もしねえで。お前が冷静で助かてめえの化けの皮絶対いつでもかかってこい。命相手にするな。行くぞ。つうかよ、これ着替えた覚えねえし。喜んでいいのか。けどお前の。静かに。どういうことだよこれ。前に言ったろ、パレスの主に盾ついて敵視されるとペルソナ歪みにやられないためにな。これ具体的な格好はお前の内面でもわかんねえか。わかんねえなら、いちいち聞かないで自分の目で見たものは受け入れとけ。気楽に。あ、てかやべえじゃん。静かに。こっちで助かったって。バカのくせに鋭いの。安心しろ、現実の鴨志田はこっちの。シャドウってのは抑圧された本性。大丈夫。処刑のこと現実の鴨志田は覚えてたか。そういう。よっしゃ、それさえ分かりゃあとは。待て、約束通り道案内。そのためにいろいろクソ丁寧に教えてやったんだからな。あ、言っただろ、我が輩はもともとこの身が受けた歪みを消したって。真のそのためには遥か。待てよ、付き合うなんて一言も言ってねえぞ。え、まさか。ただで世話に。特にお前、すでに我が輩のプラ。うわ、我が輩が人間じゃないから。猫、こっちは忙しい。世話になったな猫。またどっかで。じゃねえわ、マジねえわ、ま、ねえわ。ホームに帰還しました。お疲れ様でした。助かった。なんかふ
てかマジ顔に出ねえ。それよりマジだったら鴨志田が奴隷扱いしてる奴らの顔、そいつら片っ端から捕まえて体罰を吐かせりゃ、体罰の証人探し。そう、お前さ前歴あるからおとなしくしてよってんならもう知れ渡ってんだよ。むちゃくちゃレッテル貼られちまってる。鴨志田がバラしやがったんだ。即バレなんて教師以外や野郎は気に食わねえと思ったら、部でも生徒でも平気、俺ん時みてえにな。俺の言うことなんけど、体罰の噂は本当、それに実際鴨志田の湯が頼んだぜ。俺もき見つかりたくないなら単独でやる方が効率的。そういう。でも君は単独では行動しなかった。違う？我は何時？何時？ちぎりはすなわち囚われを破らん。我、戦車のペルソナの生誕に祝福の風を得たり。よし。あ、そういや昼ここで別れんのもなんだしよ。とりあえずつくぶっちゃけ。はあ？んだよそれ。聞いてるだけで腹。ほんで。地元からこっち来て居候か。やっぱ俺ら少年が こんなこと思えたや。周りから厄介者扱いされてて俺もよ。場所四茶だっけか。地下鉄この時間ラッシュだから。んだよ全然食ってねえじゃねえか。協力の列というわけで明日からもよろしく頼むぜ。鴨志田さえなんとかすりゃお互い。あ、そうだ、連絡先教えてくれ。明日から即始めっぞ。まず球技大会だったよな。鴨志田推薦のおかげで僕は授業ねえし、みんな浮かれてる。ま、詳しいか食えよ。でよ、鴨志田をやっちまおう。あと、
うまく目をつぶるといろいろ考えちゃう。志保、全国大会も私なんかが。大丈夫、実力が認められてんだって。志保が誰よりも。それより怪我大丈夫？うん、このくらい。大会鈴井、その鴨志田。何の用？さあ、大丈夫だって、きっと。じゃあ私行かなきゃ。要は真面目に学昨日の今日でさすがに懲りたか。あ、面倒を起こさ。どこで何してたか知らねえが、くれぐれも言っとくぞ。つるむんじゃねえぞ。俺もう鍵かけとく。やるか。
ようこそベルベットルームへ。今宵は逸材の話の続きをと思う。どうだ、この場所には慣れてきたか。おう、それは結構。さすがに肝が座っていると見える。お前の構成は、ひいては滅びの運命を退けるため。だが今日お前は同じ力に目覚めた隣人と協力の約束をしたな。他者と関わろうとすることは構成にとって重要な足だが、慣れ合って共になれと進めているのではない。生々な友情などではない。磨きや心情によって、言うなれば居場所を奪われた者どもとの絆だな。その広がりが、ペルソナは心の力。あなたを取り囲む絆が強くなれば、それだけペルソナも力を得るでしょう。町には非力な貴様にはない才覚を持った者が数多くいる。せいぜい知恵を絞って味方につけるがいい。我々がそれを力に変えてやる。そう、この私ですらも利用我は何時、ちぎりはすなわち我、愚者のペルソナの。よし、まあ時が経てば。さあ話は終わりだ。教師チームと対戦って意味は。先生の生スパイク拝める。大怪我バレーブ。はいはい、静か。やるか。